So welcome back guys to another gameplay video of Sargon Gaming. I'm your host, and in previous video as you saw, Taka lost his life. And in today's video we are going to launch the attack to Castle Shimura. よくぞ津島まで火球の時ゆえに下部人が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。 Okay, I'm sorry, I got very distracted. I really needed to understand what was going on. So yes guys, first of all, thank you so much for all the likes and views. It motivates me to make this video every day and upload them. Secondly, in the previous video guys, Taka lost his life because Jin was going to take revenge on Ryuzo, but it backfired. Khan was there and yeah, things went south. Hopefully in this video guys we will be attacking Castle Shimura. So let's see and let's get started. Kenji? よく働いておるな。誰も怠けてないか。足がしっかり見張ってるんですよ。 道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。 アザモウラの時にも使えたらよかったな。足の荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことユナから聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならアッシも精を出さなきゃね。 You better not let any of us down. But where am I supposed to go? Okay, I'm supposed to speak with you now. Okay, speak with our allies. Okay, okay. I spoke to Kenji, now who are the rest? Wow, this is really frustrating. 死んでなかったんだって。戦を生き延びたのか。さあどうぞ見ていてくださいよ。酒井戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが弓の技を磨いても損はなかろう。 百姓たちは申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川沸かして島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。オッケー。ジン、戻っておったのだな。 百姓たちを苦しめては降りませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。<笑>あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。オッケー。 Now who's left?
酒井様。いや。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も、槍川の戦士も、戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば、世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。わお。Okay. A little meditation wouldn't hurt. Yeah. Alright guys, let's start this mission. Alright, this is the end of Act 2. いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよ。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。 No time for romance。 覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。 All right. Oh, I'm going in the opposite direction. My bad. ご遠慮なくご覧ください。Alright, this is it, guys. おじゅえの所在は丘の上でお待ちだ。道中、おがけのものでお守りして神勢よ。痛み入ります。Fairus, you are about to start a long tale. Are you sure you want to proceed? Long tale? What do you mean long tale? Alright, well, it's now or never. ハーンを待たせる気はありません。さようか。What are you telling me? This will be a real, real battle like the one we had in the prologue video. I'm going to go to the next one.そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。Wait, I need to brush up a little bit of my sword skills. Triangle X, Triangle X. Oh. See? Okay, I may be skipping this part.Okay. Ooh, so close. Woohoo! Sixth time is a charm. Alright, so where am I going? Upstairs, okay. One warrior ghost coming up.良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜像は逃がし、
藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか？捕まった折に知っておれば兵を率いて助けに向かった者をユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみ。 Oh, I'll make sure he does. 藩に償わせてくれよ。仁、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。 What is so wrong being the ghost?ありがたく存じます、おじ上。今日はおじとおいとして戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。あ、侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で。測りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く恐ろしい。理は我らにある。 And I remember I'm out of my bombing arrows, fire arrows. 範を打ち取りましょう。 I should have reimbursed first. 対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを打ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。 I hope you guys are ready for this. 志村殿に向け進め。
り。Scout, okay. しておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。Oh come on Grams, now it's not the time。あのヤクラ、このままでは進めない。お前が策を練れ、あの兵器を壊すんだ。武士らしく。わしはここにとどまり、矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。ここにとどまれ。行け、坂井。ギアリを奪え。
できることはない。では皆のことよ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。始まったばかりだがな。敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。The ghost, wait, come on, Grandpa. ついてまいれ。All right, guys, I think that is it for this video. I hope you liked it. If you did, do like, share and subscribe. And my legend bros, we are the Raging Storm. Nice. Whew, this was a long battle. モーコは守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。
私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。今度まで攻められるか。Alright guys, that's it for this video. For the next part, stay tuned, subscribe for it, and yes, thank you for watching. I'll see you guys in the next video.